こんばんは、速稼塾の久保です。今日もズームのライブ放送、今日はですね、相川さんをお招きして、初めの一歩というテーマでお届けする予定でございます。開始21時まで今しばらくお待ちください。一旦失礼します。はい、ちなみになんですけどもね、現在 FX ドル円、今朝お示ししたように、まあ、大ブレイクしてとりあえず倍に入っておけば勝てるんじゃないかなということでね、今日はね、結局1円ぐらい倍の流れに乗って触れていってるところだなと。1円ぐらいは狙えるんじゃないかなと思いますね。まあ、少なくとも50ピップスはオーバーしている方ばかりではないかなと。まあ、私の相場解説をなるべくわかりやすくっていうところで、お届けをしてもう6年目になるんですけども、今日はですね、もうバイのポイントを申し上げてましたんで、まあ、リスクはあるにしてもね、ロスカットラインを引いていただいて、今朝エントリーされた方は、まあ、皆さんね、何がしかの利益を得てるんではなかろうかと思います。やっぱり肝心なのはエントリーとともにロスカットラインを引くことで、まあ、FX っていうのはね、やっぱこう相場が売りに触れるか買いに触れるか、これは厳密には分かりませんから、ただ大きな流れはつかめます。基本的にしばらくは円安に触れていく、つまりは円安っていうのは115円から120円の方に向かっているってことですよね。ただね、ものすごくね、悪い円安で世界中で物価は上がって、その高いものを輸入せざるを得ない、エネルギーにしても他の資源にしても食品にしても高値で買わなければならない日本円がどんどん安くなってるってことですよね。つまり世界の通貨と日本の通貨バランスって非常に悪くて、日本だけ孤立してどん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 ね、円のまさに信任が問われてるところなんですよね。で、この円の信任がなぜ問われてるかっていうと、国債を発行しているからではなくて、国債を発行していないからなんですよね。この時期にインフレを起こせない日本に対してものすごく不信感と不安が世界中の投資家から感じられているということで、もしかしたらこれはね、日銀の市場介入みたいな、当時ね、民主党政権で行われてきたあんなことがあるんではなかろうかと思うばかりでございます。今年はだからもしかしたら市場介入が日銀からなされて、強制的な円高措置が行われるかもしれないなと思いますね。このオペレーションによって、私たちはまた混乱に叩き落とされるわけなんですけども、まあ、基本的には今買いでいっとけば資金は貯めることができるので、私の場合はトランプさんからバイデンさんに、あれですよね、主権が変わった時からずっとバイですね。よろしくお願い申し上げます。何でしょうか。ちょっと失礼します。ミュートさせてもらいます。はい、それでは改めてあと15分ほどですね、お待ちいただくことになりますが、今朝ライブ放送でちょっとね感じたんですけども、もしかしてメタバースについて講義の方をお送りした方がいいのかなと思ってまして、メタバースはね、ちょっとレベルが高いんですよね。で、基本的に資金が潤沢にあるか、もう時間が結構自由でね、いつでも取り組めるか、まあ、3つ目はインフルエンサーとしての影響力がすでにあるかじゃないと、なかなかこのメタバースっていうところに取り組んでもカモになっちゃうだけなんではないかなっていうふうに思いまして、やっぱなんかね、逆転の一手を打ちたいからメタバースの世界に飛び込むっていうのはかなり危険で、ビジネスも攻略したし、投資も何がしかのスキルを得た、そして資金的にもまあまあ余剰な資金が作れてきたというね、まあ中級者から上級者の方向けではないかなと思います。メタバースはもちろんメタバースというプラットフォームでお楽しみになる部分には全然いいんですけどもね、
お楽しみになる部分はいいんですけども、メタバースで稼ごうと思ったら、完全に力関係、特に、資金力ですよね。資金力でまず、なかなか難しいところがあるんじゃないかなと。で、資金がない方は、まあ、インフルエンサーとしてね、すでにメディアが育っていますかってことです。で、この2つがどうしてもなければ、あとはね、コンテンツ作成能力、つまり、情報や体験や、なんですかね、スキルをね、現金化するコンテンツが作れるかですよね。まあ、つまりは結局ビジネスを攻略して余剰資金をいつでも作れるようになって、余剰時間をいつでも作れるようになっておかないと、メタバースの世界は結構ね、辛いと思うんですよ。まあ、そのことも込みで、しっかりとお伝えできる講義が私の方にありますんで、そちらの方をね、近々メタバースの講義をやっていこうかなと思うんですね。はい、相川さん、本日はよろしくお願いします。で、あと15分ほどですけども、相川さんの方もね、今日は私と初めての対談ということで、まさに初めの一歩って書いてますけども、相川さんご自身が初めの一歩かもしれません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだお時間ありますので、事前に何か確認しておきたいことあります？いや、すいません。初めの一歩っていう言葉、はい、使っては見たものの、はい、その漫画、はい、全然覚えてないです。で、はい、その言葉を使ったのは、まあ、ゼロイチっていう表現あると思うんですけど、はい、はい、まずその最初の、そのビジネスを始めるにあたっての、本当のゼロイチというものがまだ達成できてない、そういうちょっと情けない状態、それをちょっと打開したい。で、はい、まあ、何かきっかけがないといけないのかなと。で、手を挙げました。はい。素晴らしいことだと思います。すいません。はい、何かある程度の、まあ、土屋塾なんかではある程度実績が出たら、そういうことをしようかなと。まあ、土屋さんとの対談とか、そういったことをしたいなと思っていたんですけど、全然その、皆さんのレベルがすごい高すぎちゃってね。ちょっとね、そういう5万円稼ぎましたとかって、そのレベルではちょっとなかったもんで、ああ、なるほどね。ませんでした。はい。じゃあ、始まる前なんで、ちょっとオフレコで、ここら辺からはね、事前に参加してる人も、ちょっとこう、お得情報として聞いていただきたいんですけども、実績が作れてからやるもんじゃなくて、実績を作るためにやるもんなんですよ。はい。これは、土屋塾でも教えてることだと思いますけども、何かができてからやるっての待ってたら、人は何もできないまま人生終わっちゃうんで、むしろ取り組むことによって実績を作るんですよね。例えばこういう形のがあります。セミナーを、私もね、ネットビジネスセミナーっていうのを一番最初にやった時って、まあ、特に見込み客がいたわけじゃないんですよね。で、ネットビジネスで稼げてたわけでもないです。専門的な知識があったわけでもないんですよ。でも、セミナーをやります。即価塾セミナーをやります。ということを、土屋塾に入ったのが6月14日。その日に、7月20日にセミナーやりますと決めて打ち出したんですね。何にも内容はなかったんですよ。何にも実績ないばかりか。私は赤字の麻雀店抱えて、毎月100万以上の赤字ができてたんで、こんなもん実績にならないじゃないですか。借金ができる実績なんてみんな欲しくないと思うんですよ。そして、1円も稼いでない状態で、セミナー当日迎えてるんですよ。で、正確に言うと1円も稼げてないけども、自己アフィリエイトで見込み売上は立ててたんですよ。15万ほど。ですんで、セルフバックで入金っていうのは3ヶ月とか4ヶ月先だと思うんですけども、1円も手にしてない状態で、セルフバックで売上2万円、3万円、達成した実績を話しますってことにしたんですよね。1円も稼げてないです。でもこの稼げてない話を聞くために参加者の方は19,800円払って50人来てるんですよ。だから1円も稼いでない人の話を聞きに来たんですよね。で、セミナーをやった結果、まあ割引もしたんですけど、トータルで80万ぐらいの現金を手にしたっていうことが本当の実績になって、じゃあ2回目のセミナーやりましょうかってことで。8月にもセミナーをやらせてもらって、以降ずっと喋り続けてるって形なんですよね。で、私こうも考えたんですよ。土屋さんと。私実績もないし人脈もないし、
Facebook やっと始めたばかりで、500人も友達いないんですよ。しかも、実績ないです。まさに今の相川さんと同じ。私、実績がないんですよ。こんなんで、セミナーやりますって言っちゃったけども、これ大丈夫ですかね？誰も来なかったらどうしましょうかって聞いたんですね。そしたら土屋さんはこう言いました。誰も来なかったら、2回目やれんじゃないみたいな。え？って言ったら、いや、1回目に誰も来なかったら、誰も来てないことバレてないから、じゃあそれを録画しといてね。第2回目、公表により開始とかやって、1回目のセミナーの動画もプレゼントしますとかやったらいいんじゃないの？で、久保さんは会場に100人ぐらいいる定位で自信持って話せばいいんですよ。あら、そっか、みたいな感じで。以来ずっと来てるんですけども、おかげさまで誰も来なかったセミナーはね、経験しなかったんですよ。ただ、誰も来なくてもそれをやろうと思っていましたんで、特に物をすることはなかったかなってところですね。で、これね、今お話したエピソードってのは、まさに第一歩、最初の一歩が踏み出せない方への、皆さんへのエールになって、何もないから、だからこそやるんだっていうのがね、これ発想の転換の一つです。自分に輝かしい実績があるから、やるんだってことになったら、これ誰も始められなくなっちゃうんで、まさに私たちは、なんですか、御曹司でも何でもないんでね、成功体験なんてないわけですよ。どっちかっつったら、もうボロボロで満身創痍で、失敗体験はいくらでもありますよ、みたいな。だから、お金もないし、時間もないし、人脈もないっていう、ないない尽くしから始まるんですけども。でもね、何もないからこそ、行動することをやめてしまったら、やんなかったら、本当何もないまま、10年、20年と過ぎちゃうんで、何もなくてもやってみるっていう、最後の砦では、自分のことを自分で動かす、自分にゴーサインを出す、精神力なんじゃないかなと。いうふうに私は思ってるんですよね。で、きっと土屋さんも同じようなことを言われてたのかなと。西成でね、全然恵まれてない日々を送りながら、テレビで、なんかね、堀江さんが女子アナと、なんかいいことばっかりしてるのを妬みながら、這い上がってきたっていうのは、土屋さん何の実績もないところから来たんじゃないかなと思うんですよね。まあ、前振りとしてはそんな話ですかね、今のところできるのは。ありがとうございます。やっぱね、無料コンテンツで講義をたくさん作っていくこともできるんですけども、作ってからやるんじゃなくて、やっぱりね、いろんな、投げかけをしておいて、自分とつながってる人が一番してほしいものを、やっていくってこと、つまり注文を取ってから商品を作るってことですね。商品作ってから注文を取るんじゃなくて。で、毎朝私もライブ放送させてもらってますけども、その中でコミュニケーションを取っていくと、コメントくださる方の困ったとか悩みっていうのがね、出てくるわけですよね。で、まさに私のライブ放送を聞きに来る方は、それを解決したいんだなと思うから、私は講義も作れるし、商品も作れるし、今回みたいにね、例えば自分が何かやりたいんだけども、ちょっと自分ではなかなか第一歩が踏み出せないんですって人に、あ、じゃあ対談から始めましょうかっていうふうな、手を差し伸べることもできるかなと思ってるんですよね。で、まあ今日に至ってるわけですけども、今日はね、相川さんという存在が、このライブ放送を通じて、まあ、一人でも多くの方に知られることと、じゃあ、事前に、台本もお送りしましたけども、相川さんは誰のどんな問題を解決できるかっていうところを今日、存分に打ち出していただいてね、一人でも多くの方の問題解決に、相川さん、乗り出していただきたいなというところでございますね。よろしくお願いします。じゃあ、そうですね。あと5分ほどですけども、ちょっとお手洗いに行ってまいりますんで、もうちょっと待ってくださいね。心を、気持ちを整えておいてください。じゃあ皆さんも、真っ白になってもいいように、そうですか。はい。まあ、インターネットでね、何かことを起こそうと思ったら、伝える能力は絶対いるんで、トークは、慣れておかないといけないかなと思います。もちろん台本用意してもらってもいいですしね。とにかくそう、場数を踏まないといけないと思いますから、
今日はライブ放送ですけども、対談相手がいなくても一人で動画をね、今やってくれてますけども、作ったりとか、その動画を自分で見たりとかね、これ、はっきり言って普通の会話ですから、なんていうかね、周りの人とちょっとした会話すると思うんですよ、職場の方とか、コンビニに行ってもね、なんかこう、ちょろっと会話すると思うんですよ。それと同じですからね、特に動画だからなんか変わったことやるわけではありませんので。あんまりこう特別なことやってるわけでもないですし、まあなんか言い間違いとも全然、言い直すこともできますしね、あまり気負うことなくリラックスしてやっていきましょう。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと一旦失礼しますね。相川さん、緊張されてますか？こんばんは。こんばんは。肩の力を抜いて、先生が進めて、先生が進めていただきますんでね、カメラを意識せず頑張ってください。わかりました。ありがとうございます。こちらこそです。今日は楽しませていただきますね。大いに笑ってください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、お集まりいただいた皆さん、どうもこんばんは。速稼塾の久保でございます。もう間もなくね、今日相川さんと共に、ライブ対談の方させていただきます。相川さんはどうも今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、で、今日はですね、いつものように相川さんに、事前にどんな内容でお話していくかってことを組み立てていただいたんですけども、もしかしたらね、イレギュラーで、この場でまあ、別のトークをする可能性もございます。それはもう流れに合わせてってことになりますけども、まあ、基本的に今日はね、相川さんには初めの一歩というタイトルで、なんかね、今日はね、対談をしたいんだというテーマをいただいたんで、私はね、てっきりね、初めの一歩っていう漫画のことをね、語り合うのかなとは思っていたんですけども、そうじゃないことも考えていましたので、特にね、初めの一歩っていう漫画のことを語らなくても大丈夫です。ただ私は初めの一歩っていう漫画を高校時代からずっと読んできてですね、あれ未だに続いてるみたいで、何度も感動して、そしてアニメにもなったんで、アニメの方もね、YouTube でこう無料で見させていただいたんで、湧き出る思いで喋り続くということができるんですけども、まあでも今日はね、特に漫画のことを話すわけではないということだったんで、事前に私いろいろとね、前振りで、昨日も一昨日もその前も、初めの一歩についてなんか話すかもしれないですよっていうことをね、お話ししていたんですけども、そうではなかったってことなんでね、初めの一歩を期待した方は残念でございました。ね。今日はリアル始めの一歩ということでございます。あ、清美さんもいらっしゃいましたね。それでは若干早いんですけども、1分2分早いんですけども、始めさせていただきます。予定はまあ大体1時間ぐらいですけども、場合によっては長くも短くもなる可能性があります。そしてですね、ただいま速稼塾では稼働部っていうのを始めましてね、これは稼ぐ道を進んでいきましょうということで、何か稼ぐためのね、第一歩を踏み出すためのトレーニングになってます。で、今日はね、その稼働部に参加してらっしゃる方も今日のライブ放送来ていただいてるかもしれませんので、できればね、稼働部に参加してらっしゃる方もどんどんズーム対談をやって影響力をつけていただきたいかなと、トークの自信やレベルを上げていただきたいなと思いますんで、どんどんね、ズーム対談の方お申し込みください。もちろんその他の方が申し込んでいただくのも大歓迎でございます。よろしくお願いします。それでは相川さん、準備よろしいでしょうか？はい、はい、では今日の
ズームライブ対談始めさせていただきます。タイトルははじめの一歩でございます。新春ズームライブ第一発目になります。まずは またいらっしゃったな。速稼塾の久保でございます。いつも皆さんお世話になっております。今日もよろしくお願いします。今日はですね、相川さんに来ていただきましたので、相川さんの自己紹介をしていただきたいんですけども、相川さんよろしいでしょうか。お名前、ご出身、そして趣味や特技などありましたらお話しいただいてよろしいでしょうか。はい、すいません、すでに頭が真っ白になってますんで、読みながらやらせてもらいます。名前は相川、これで豊かと読みます。はい、出身は埼玉県上尾の原市。はい、面識はないんですけども、吉本の原市という人の先輩になります。面識ないんですけど。ね、で、普段、ライブとか、Google の、アカウントは、FWIT の4530という名前というか、それでやっております。で、これ、なんでこんなのを使ってるかっていうと、最初にパソコンを持ったときに、富士通のパソコンを使ったんですけど、ニフティ のインターネット回線、インターネットを使って、最初にもらった ID がそれだったと。もうそのまま使い続けております。で、メールアドレスも Gmail も、FWIT の4530、@gmail.com というアドレスを使っております。で、そうですね。自分は今、昭和44年生まれ、52です。はい、実は、塾長より上です。ただ、頭の中身は、ずっと3歳のままです。で、そうですね。約30年前か。約30年前に就職しました。その就職したところは、当時も東証一部の会社だったんですけど、その会社、その当時、法人税埼玉県で一番払ってる会社でした。株式会社島中っていう会社ですね。で、10年ぐらい勤めてるときに、その事業所の副店長って、ナンバー2というところまで行ったんですけど、その時、経営者が変わって、既存の人間がすごく居づらい状態になって、辞めて、で、ずっと販売の仕事を続けてたんですけど、その後も販売、今も販売の仕事を しております。で、リアルな部分では販売いろいろやってるんですけど、このインターネット上では、この数年前から、Amazon の物販だとか、そうですね、メルカリだとか、そういう販売、他力ですね、自分の力で売ってるんではなくて、人の力を借りて販売しております。で、特技っていうのは、これといって人より何か優れてるっていう認識はほとんどないんですけど、大体のことは大体人並みにはやってきたと自負しております。スポーツにしても物販にしても、物販はそれ言っちゃうとちょっとあれですね、あんまり数字的にはできてないからいけないですね。で、スポーツはサッカーをやりました。で、守備位置はベンチでした。はい、どこですかね、自分の自己紹介はそんなところですか。よろしいですか。今のところ、はい、すいません。はい、いや全然構いませんよ。普通の人がやっぱりね、一発当てる、これが起きるのが今の世の中でございます。どんな大物になった人も、もともとは何の後ろ盾もなく、本当に自分なんて住人並みなんだけどなっていう人が、一念発起して一点集中することによってスペシャリストになっていくわけですよね。で、こうね、自分のことを私も振り返ってみると、10年前は麻雀屋の親父でしたから、誰に知られることもなく、誰に期待されることもなく、社員にボーナスも渡せずに、いつ潰れるんだろうというね、そんな日々を送ってまして、気がついたら借金は3500万を超えて、もうカウントするのもバカバカしくなってきてですね、返済ももうできないからいいやと、そんな
感じでしたね。そしてある日、その情報発信、YouTube をはじめとしたインターネットというものに出会って、まあ、最後にこれやってみようかなと思ったわけですよね。当時、与沢翼さんって人が、なんかヘリコプターでそばを食いに行くぐらいの金持ちになって聞いたんで、まあ億万長者になれなくても、なんかね、10万でも20万でも儲かればいいなぐらいの甘い気持ちで参加したんですよね。さっき相川さんにもお話しましたけども、1円も稼げてない状態でも、うん、実績は作れるということで、うん、デジタルコンテンツってものは無料で作れますし、それから今情報化社会って言って情報がね一番求められてる時代です。人が困った時に何をするかっていうと検索していろんな解決方法を探るんですよね。じゃあどんな人にも困ったっていう問題がある、その困った問題に一番答えられる身近な人でいられたらどうかなと思った時に、私はお金の問題解決っていうのを選んだんですよね。もう何もないところからどうやってインターネットで稼ぐんですか。最初の1万円が稼げない、最初の2万円が稼げない人に対して、当時私は自己アフィリエイトってもので5万10万ぐらい稼げますよっていう提案をしてですね、じゃあその10万円自己アフィリエイトで稼ぐ方法を2万円で売ったというね、まさに情報コンテンツでゼロからずっとお金作り続けてきてですね、まあ、それがなんかね、手を変え品を変え大きくなっていったって感じですよね。でおかげさまで、借金もなくなり、まあ、本当に波以下の私でもね、なんとかなってきたかなっていうふうに感じるところです。まあ、だから皆さんもできますよってことではないんですけども、うん、私自身ね、やっぱり一人それぞれ30代40代そして50代を過ぎても素晴らしい人生を皆さん送ってきてるんですよ。ただどこを切り取って表現すれば多くの人にあすごいね、ぜひ相談事をあなたにしたいよっていうふうに思っていただけるかっていう若干のスキルが必要なんですよね。例えば相川さんは今ね、いろんなお話する中でサッカーやってきたっていうお話をしましたね。例えばね、サッカーをやって健康になれたというふうな切り口でサッカー健康法っていうコンテンツを始めることもできるんですよ。もっと言ったらですね、50代の人のためのなんかね、サッカーのエクササイズありましたよね、うん、じゃあ50代でもできるトレーニング方法っていうので、サッカーの経験がない人でも相川さんのやってきたサッカーの基礎トレーニングを生かした50代の健康法とか肺活量アップとか筋力アップってものを構築すれば、それは立派なコンテンツとしてね、運動なんて20年以上やったことないよっていうふうな50代の方、60代の人が、あちょっと若い人に教わるのはちょっと恥ずかしいんで、相川さん同年代で話分かってもらえそうだから聞いてみようかなっていうふうにアプローチすることができるわけです。でまさに私がそっかじが始めたのは40歳過ぎてからだったんですけども、まあ40代50代が多かったですね。なんか若いやつには来たくねえよ、なんか腹が立つからさ。久保さんはなんかね、異業種交流会で名刺交換したことあるじゃん、ちょっと話聞かせてもらっていい、何あのそっか塾俺も入れんのみたいな感じだったですからねだから同業者、取引先、お客様が一番最初の塾生で、まあ、名を連ねたって感じでしたね。ですので生きてきた時間は全部無駄になってませんので、それをどう生かしていくかを一緒にまたね学んでいきましょう。はい、じゃあね、2つ目の質問でございます。今私そっか塾そっか塾って言ったんですけども、一体そっか塾との出会いとかきっかけっていうのはどんなところにあったんです？これはもう本当に先ほどから名前出しちゃってますけど、スチュアデクで、久保さんの存在を知りましたやっぱり初めて1年ぐらいで本当に最初にカリキュラムの中にセルフバックあったんですけど、それからアマゾンの物販を始めるまでに何もできなくて、いろいろお金使うばっかりで、どうしたら会社できるかなっていう時に、まあ、土屋塾で知り合った人に、久保さんという人がいますと。ちょっとその人の話を聞いてみたらどうだいと。まあ、もちろん連絡なんか取れないんで、YouTube を見る。それから、Facebook で友達申請をしたら、動画で帰ってきたときは本当感動しましたね。ありがとうございます。いや、言ってみれば、芸能人の人が自分なんかのために文字だけじゃなくて、はい、簡単に言えばコピーペーストができない形で
返信が来たというのは、自分なんかのためにですからね、それがものすごくの嬉しくて、で、時期に速稼塾が50万円に値上げですよと。あれは確か4月から50万円の値上げだったと思うんですけど、はい、3月31日の時には本当にあの手に汗をかきながらクリックをしようかしないか迷った結果してなかったんですけどただ、まあ、それこそ無料で情報をいろいろともらってる中でずっとメッセージとかもらってました。で、去年の今頃ですか、まあ、両親健在だったんですけど、はい、健在だったという表現するのは、はい、2人がほぼ同時に介護になりまして、1人というか、まあ、父が喉のがん、声がなくなりました。で、そのショックからなのか母が認知症になりました。で、まあ、ちょっとスープの寒い駅で今ちょっといるんですけど、まあ、その他のちょっと理由もあって近くにいるんですけど、まあ、ちょっと物入りな部分もあって、そろそろなんかしなくちゃいけない、うん、というところで、去年の6月、まあ、末ですか、何回か問い合わせをさせてもらって、分割でもいいというのがあったものもあるんですけど、入れさせてもらいました。まあ今思えば値上げ前のその1年さらに1年前、ね、入れてもらえばよかったなというのが、はい、それが今のちょっと後悔な部分ですね。はい、いやありがとうございます。はい、まあやっぱりね、今ご両親のお話も出ましたけども、思ったより人生短くって、後回しにして後でやったことって私たちほとんどないんですよね。だから一番モチベーションが高いのは今日なんで、今日やらなければ本棚にしまってずっと買ったっきり読んでない本ってのもあるかのようにね、自分の意欲ってのも錆びついていくもんなんですよね。そして人がみんな思うのが、何かきっかけがあればっていうふうに思っちゃうんですよ。で、きっかけって別にないんですよね、自分が内側から出さないと私の場合はやばいっていうのがきっかけだったというかねあ、いつかなんていうのかな、その時の私がね、ちょっとこう心に留めた表現で、墓に布団がかけられないっていう言葉を聞いたんですよ。それ何かっていうと、あ、そういえば親父やおふくろに10年以上話してないな、連絡もしてないなってふと思った時に、よく電話をかかってきたんですけども、恥ずかしくってね、自分が何にもなってないんで、30も半ば過ぎて家飛び出して一発当てるつもりで家を出たんですけども、どんどん落ちぶれていってね、どんどん恥ずかしくなっていって、もう合わせる顔がなくって家に帰れなかったんで、いくら気遣いの電話があってももうすぐに切ってたんですよ。出なかったこともあったし、で、その墓に布団はかけられないって言葉をどういう意味なのかなっていうふうに調べていったら、親孝行したくてもお父さんお母さんはお前より先に死ぬから、死んでしまった後でね、墓にお疲れ様って布団をかけてもしょうがないでしょって、生きてるうちにこれ食べなよとかね、一緒にちょっと北海道の海でも見に行こうよ、生きてるうちにやらなかったら死んでからあなたは あれもできなかった、これもできなかったって悔しくて涙でね、何もできないよみたいなことだったらしいんですよ。で、あれやべえな、俺それじゃんみたいな。でも当面金もないし意欲もないしどうしようかなと思って、まあ結局40まで放置するんですけども、なんか何者でもない自分がね、そんな40になっていいのかなって、なんか他の40歳の人に悪いなっていう気持ちがすごくありましたね。俺なんかが40で大人ずらしていって、なんだろう、なんか同じ40代がお前とか40にならないよとか言って怒られそうだなとか、あとね、やっぱこう若い人が夢を持ってないよねっていうのもよく聞いてたんですけども、まあそれは俺の姿見たら夢持てねえよなとかね、すごく自虐的になってきて、でもね、こう根性あったんですよ。負けてたまるかみたいな。
絶対一発当ててやる気やねみたいな感じでね、どんどんずるずると落ちぶれていくのが止まらなかったんですけども、おかげさまでね、これもきっかけでも何でもなくって、もう無謀にもやってみたっていうところですかね、うん、なんかもう本当どうなるかは全然わからなかったんですけども、だけどもこのまま終わってたまるかって気持ちだけはありましたね。で、まあ見栄っ張りだったんでね、いいことにもう悔しいわけなんですよ、肩で風切ってないとね、うん、だからやっぱりこう武士は食わねえと高打ちじゃないですけども、状態の悪い時こそ強気でいかないけんなと、見栄ばっかり張っていて、その見栄の代償がもう止めどもない借金ですよ。人の前ではね、金もないのにおごりたいし、女の子とは付き合いたいし、なんかいい格好もしたいし、でね、店を経営してたんですけども、お店から1円も取り出せなかったですからね。そんな30代でした。バイトに行ったりね、借金をしたりとか、一体会社の経営っていうのは何をすることなんだろうみたいな。会社は金をどんどんね、なくしていくし、個人的にあっちこっちから集めてきたお金で埋めてるしみたいなね、なんかとんでもない状態になっちゃったな、うん、まあそこから何かね気づいたことは全くなくって、時間がないってことですよね本当に。いつか大物になろうと思って、そのいつかがねずっと先送りされちゃって、ずっと来てなかったという、そんな自分に気づいたってことですかね。だから本当にね、多くの方の気持ちよくわかるんですよ、うん、いつかいつかと言ってる以上はそのいつかはずっと来ないと。で、きっかけは永遠に他者からもたらされないんですね。自分の内側から起こしていかないといけないんで。だからね、そうは言っても、うん、まあ、もしかして私の姿を見て火をつけられる人が少しでもいるんじゃないかなと思ってね、こうやって発信を続けてますし、うん、結局私はね、もっともっとやろうよっていうふうに呼びかけてる以上、もうとてつもないクレジーなぐらい私が一番やってないといけないかなっていうことでね、もう、質はともかく量では負けないぞみたいなことをね、まあ心がけてるかなってところですね。まあそれがまあ、うん、速稼塾の基本理念だと思っていただければいいと思います。どんな時でもやっている俺みたいなね、そして最悪な状態だからこそ最善を尽くせっていうことですね。はい、じゃあすみません、私の言葉から話してもしょうがないんで、今日は相川さんとのやり取りですので、相川さんのことも聞いていきたいと思います。今回のテーマについてなんですけども、今日初めの一歩っていうテーマをいただいたんですけども、まずね、これなぜこのテーマにしたのかってことを、まあ、お話しいただいてよろしいでしょうか。はい、つまり初めの一歩っていう漫画、ほとんど見てないようでしたね。はい、まあ、全く見てないことはないんですけど、全く覚えてませんでした。はい、で、この言葉を、まあ、使ったのは01という言葉が、言葉というか表現があると思うんですけど、まず自分がちゃんとした、何ですか、人に怒れるような実績が出せてないこと、うん、で、出せてないんで、まあ、まずはどこかで露出しなくちゃいけないんで、露出しなくちゃいけないなと思ってるときに、自分からまずは YouTube やんなくちゃなと思っていながら、YouTube 全くやってないっていうのは実態でした。うん、ですので、まあ、このね、Zoom 対談というのを、まあ、募集あったときに、まあ、先に手を挙げたんですけど、それをやることによって、はい、後押ししてもらえるかなと。まあ、ちょっとこれまた他力になってしまうんですけど、はい、まあ、きっかけさえ作ってしまえば、その後はもう惰性でいけるかなと、ちょっとあんまりかもしれないですけど、そういう考えでおります。はい、で、まあ、この01、まあ、初めの一歩が踏み出せれば、今言ったように、出せにいけると確信してますんで、もう、それを本当の一歩は先ほど撮った動画なんですけど、はい、3人に向けて、まあ、限定なんですけど、限定で送りました。なるほど。はい、ありがとうございます。そうするとですね、相川さんにとってのその01っていうのは、何をすることだと思います？もう自分自身をもう打っていくことだと思います。まあ、リアルな部分では、飛び込み営業もやりますし、うん、ルート営業もやっておりますので、はい、それは、まあ、できているという認識ではいるんですけど、はいはい、この不特定多数の人にっていうのがちょっとできてないなと思っているので、うん、それができるようになることが01かなと、今はそう思っています。具体的に言うと、例えば YouTube を通じて、
まだ知らない人に出会っていく、自分の存在を知らない人に知っていただくってことと捉えてよろしいですかね。はい、その通りです。はい、となるとですね、はい、今回私の方にその01かどうか分かりませんけど、動画を送っていただきました。でも、もともと知ってる私に動画を送ったところで01にはならないんで、3人の方に送ったとしても、限定だったらそれ01は始まってないってことになるんですよね。だから一般公開動画で、ぜひね、この01をこれからでも全然遅くないですから、始めていただければと思いますので、これ今日はね、ちょっとメモっておいて、あ、01ってそういうことなんだっていうふうに、ちょっと明確にしていただければと思うんですけども、いかがでしょうか。かしこまりました。はい。次にですね、YouTube なんですけども、YouTube は相川さんにどんなことをもたらしてくれると期待してます？まずは、パイプの太い人ではなく、浅いと広く浅く、自分のつながりを作ってもらえるんではないかと。もちろん、それなりに面白いコンテンツを作らなければ終わってしまうとは思うんですけど、はい、まずは広く浅く。浅く広くですか、はい、ね、横に広げていくツールではないかなと思っております。はい、まあ、その通りですね。それをさらにね、速稼塾式に明確に言うならですね、 YouTube は何をもたらしてくれるかという、ことは3つあるんですよ。メモっていただくと、はい、はい、あ、そんなこと言ってたなと思い出すと思います。まず YouTube は何をもたらすかっていうと、コンテンツを相川さんにもたらしてくれるんですよ。つまり相川さんの商品を YouTube で作れるってことです。通常商品って何かを仕入れてきて加工して、で店頭に並べるって作業が必要なんですけども、それが一切いらないんですよ。例えば今今日このズーム対談してますけども、これも明日には YouTube に上がると思うんですよね。となると、この動画自身、この動画自体が有料で販売するネタになる可能性があるんですよね。もちろん値段をつけるかどうかっていうのは、まあ、私の一存なんで、つけない可能性が今までの例で言ったら高いですけども、実際私が売ってきたのっていうのは動画の教材なんですよ。つまり話す内容を変えると有料になるわけなんですよね。今回は有料にするつもりはありませんけど、場合によってはズーム対談した人特集みたいな感じで、今までね、何十人もの方しましたんで、100名になった瞬間に100名全員対談、なんとかパーフェクトパック39万8000円とか出るかもしれないですよね。つまり YouTube は何をもたらしてくれるかっていうと、商品コンテンツをもたらしてくれるってことなんで、相川さんは YouTube で商品を作ることができるようになったんですよ。あと、それを商品を作るかどうかは相川さんのこれからのね、取り組みになってきますんで、あ、 YouTube って商品作れるんだと思っていただければと思います。先ほど申し上げましたけども、50代の健康法っていうのはすでに YouTube で作れるんですよね。やるかどうかは相川さん次第ですけども、まあ、例えばサッカーをやった時に教わったジョギングとか柔軟体操とか腕立て伏せとか腹筋みたいなのがあると思いますけども、それを一通りご自身でやってみてね、50代でもこんなにできますよ。そういうのをまとめていって、プラス無料コンサルを付録でつけるみたいなことすると立派な商品になるわけですよね。つまりデジタルコンテンツ、デジタルの商品って今私がお話したことをジャンルによって違えてるだけで全く同じことしてるんです。ダイエットにしても恋愛にしても稼ぐ方法にしても仕事を上手にやる方法にしても何らかの資格試験に通る方法にしても同じことやってるんですよね。やることが違うだけ。だから商品の作り方、今お話しただけでできると思いますので、まあ、詳細っていうかね、細かいところで立ち止まるようなことがあったらまたお問い合わせいただければと思います。で、2つ目にもたらしてくれるのが、浅く広くっていう言葉にすごく近いんですけども、まあ、出会いというかね、もっと言ったら集客をもたらしてくれますよね。で、私がなぜ人に知られるかっていうと、 YouTube をやってるからに他ならないんですよ。私が YouTube をやってなければ誰も速稼塾知らないし、誰も久保哲郎知らないし、誰も私のうちには来ないんです。うん、で、お金が貯まっていったら集客に有利そうだなっていう風な、ちょっと贅沢な車を買ってみて目立ってみたりとかっていうのもできるけども、最初はそんなことやってないんですよ。最初は飯食ってるとこ出すとかね、なんかよくわかんないけども海を見に行った時撮影するとかね、なんかそんなことばっかりやってて全然アクセスが取れないことにあえいでいるわけなんですよね。
で、だん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 自分が発信するんだったら何が受けるかなっていうのがつかめてくるんで、最初は数の勝負がいるんですよね。私たちは100発100中じゃないんで、100個200個打っていって、それでも当たらなかったりするんですよ。でも当たらない限り当てるまでやるしかないと。自分が発信するに向いてるのは何なのかな、社会は何だったら久保哲郎が発信することを受け入れてくれるのかなっていうふうに探っていかないといけないんですよ。例えばですよ、私がですねビキニを着て歩いていたら、多分これね、みんな逃げていくと思うんですよ。でも私が17、8歳の女の子だったらやってると思います。だから誰が何を表現すると人に受けるか人に嫌われるかってみんな違うんですよね。年代によってとか、性別によってとか、顔つきによってとかね、体格によってとか、それを探るためにもいろんなことやっていかないといけないなと思うんですよね。で、究極は人間が出なくても動物を出してるとアクセスが集まったりしますんで、うん、まあはっきり言って何でもいいんですよね。だから私は出先で例えばカモが歩いてるところをね撮影してみたりとかするんですけども、うん、まあ外すことも多いんですけども、じゃあ試しに自分の子供でも撮ってみるかと思ったら、大和くんの動画、子供の動画をずっと続けていったら、そこにはそこでファンができるわけですよね。で、まあこれ去年の夏ですけども、パパ活っていうあのコンテンツ出してるんですよ。お父さんが子供を育てる、1歳の子供を育てているその気持ちとか学んできたスキルをまとめて20万、これ3人に売れてるわけですよ。こんなものか。でもその方との関わりもすごく深くなってね、本当に20万払ったけど久保さんと出会えてよかったわって、これからもいろいろと学び合っていきましょうみたいなことで、あの私もよかったしね、結局お支払いいただいた方もすごく深く満足していただけるということになりますので、あのどんなことでも打ち出してみるということですよね。で YouTube を通じて相川さんがどんどん動画を出すと人がもたらされるってことになります。集客が成功するってことになります。で3つ目にもたらしてくれることは販売ですよね。 YouTube を通じて商品を売ることができるんですよね。自分の作った商品、自分のできるサービス、自分の気持ち、癒し、優しさ、愛情、こういったものを全て売っていくことができるんですよね。やっぱりね、あの困った人をお金をいただいて解決する、まあ、これが全ての仕事に共通していることなんで、まあ何かね、インターネットを使ったビジネスが怪しいっていう人はきっとインターネットで人の役に立ってお金をもらうのがなんか違和感があるっていうふうに感じるんでしょうけども、これ結局リアルかネットかっていうだけで、人の問題解決してお金払った人がああよかったって言っていただければ全然構わないので、逆にお金はもらわないけどもその人の不満が解決されてないっていう状態は役に立ってないってことなんでね。じゃあどっちがより、喜ばれるべきなのかなと言ったら、うん、費用に見合ったサービスや問題解決をもたらしていることだというふうに言えるんですよね。まあですんでね、あのもしそこら辺に、まあ、マインドブロックがいわゆるあるものあるとしたら、それ全然気にする必要がなくって、あの自分の販売する商品が10万だろうが20万だろうが30万だろうが、それに見合ったサービス、そしてお金をいただいた以上、骨を埋めてでもね、その人に尽くす腹のくくり方ができていれば、全く物事する必要がないと思います。まあ、そういう意味で言うとね、低価格の商品って、1000円とか2000円とか5000円の商品って、たったそれぐらいしか覚悟ができてない販売者のずるさなんですよ、これ。弱さ。いや、100万円出しても全然、遜色ないですよっていうふうなものが売れるようになったらもう上級者ですけども、まあ、最初はね数千円のものから販売していきましょうって話になります。ですんでね、ぜひ今回私が申し上げた YouTube が何をもたらしてくれるのか、商品、集客、販売ですから、今私がお話した内容を誰かに話しても多分ね、あなるほどネットビジネスって見えてきたわってなって、きっと役に立つことができると思いますんで、ぜひどっかでねお話ししてみてください。はい、じゃあですね、今回初めの一歩というテーマをいただきましたけども、このテーマと相川さんの関係を話すとしたらどんな感じになります？もうまさにあのできてない人、うんうん、まだその実績ができてない人、一緒にやりましょうよという感じですかね、うん、はい、いいんじゃないですかそれ。だから結局ね、はい、うん、はい、どうぞ。あ、
結局何か自分が上に立ってものをこう教えるとかそういうことではなくて一緒に勉強しましょうよというようなスタンスでいけたらいいなと思ってる、うんうん、そうですね、一緒に学ぶことに結局はなると思いますけども、まあ、ある意味その相川さんはビジネスを始めていこうと思ってるはずなんで、はい、その上に立つことはしないといけないですね。やっぱ人の上に立ってるからこそ、はい、ビジネスが成り立ちますから、そこは謙虚と遠慮っていうのとはちょっと違うんですよね、うんうん、やっぱり引っ張っていこうと思ったら先頭に立たなくてはいけないですし、はい、同格の間では何も起きないんで、気持ちだけでもね、俺に任しとけっていうところはいると思いますんで、その中でも謙虚に一緒に学んでいきましょうっていう姿勢は必要なんですけども、でも声を上げたりことを起こすのはいつも自分からっていうふうなリーダーシップを見せていかないと、なかなか集客には結びつかないかなと思いますんで、その辺ちょっとね、私の口から言うのもちょっと僭越ですけども、記憶に留めておいていただければきっと役に立つことがあると思います。じゃあ今回ね、はじめの一歩っていうテーマでお話いただいてるわけなんですね、現在ね、でこのはじめの一歩っていう言葉の中で今までの人生の中で心に残ったこととか感動したこととか、あ、これは学びになったなってことがあればちょっと聞いてみたいんですけども、いかがでしょうか。うん、そうですね、まあ、感動、まあ、小さな感動だと、街を歩いてるときに救急車のサイレンが鳴りました。みんなが避けます。それを見たときに、病気で運ばれてる人をみんなで応援っていうかしている、そういうところを見るとそれだけでなんか目頭が熱くなってきますね。細かいところでも、なんですか、40歳過ぎてからは、大したことじゃない、取るに足らないことでなんか目頭熱くなりますね。ああ、なるほどね。そういう経験は私もありますね。で、今日は初めの一歩っていうテーマなんですけども、はい、まあ、例えばね、私がね、相川さんに今みたいなこうご質問させてもらいましたけども、私自身もね、初めの一歩っていうことで何かこう感動するようなことがあるかなってこう今ね振り返ってみたら、まあ、何点かあったんですよね。で、それをちょっとお話ししてみたいんですけども、実はですね、私中学の頃に、ずいぶん前ですけども、三十数年前ですか。懐かしいですね、中学生の頃は。中学の頃にね、クラスメイトのちょっと悪立ちと一緒に、憧れの女の子がいたんですよ。まあ、いわゆるクラスメイトの可愛い女の子をみんなでね、あの子いいよね、みたいな感じで噂して、プリンセスってあだ名をつけて、こっそりと呼び合っていたんですよね。で、それで、まあ結局、そのプリンセスには、振られたわけなんですけども、私たち3人ともね。でも、振られたってことはやっぱりね、告白してるんですよ。で、まず一発目に私が言ったんですよね。私、生涯初めて、なんですかね、女の子に告白した経験なんですよ。まさに初めの一歩なんですよね。それまではずっと心の中で温めながら、テレパシーを送って何か偶然きっかけがあって、あの子と俺が縁ができればなと思ってたんですけども、きっかけなんて何もないまま過ぎていたんで、あ、自分でことを書かないけんなと。じゃあ、プールの裏に呼び出して、なんかそれらしい予感をさしながら、ちょっと付き合ってもらえませんかぐらいのことを言えなくちゃいけないなと思って、勇気を出してね、それをやったわけですよ。そしたら、あ、久保君、なんか私嫌いなタイプなんだよね、とか言って。顔怖いし乱暴じゃんとか言って、確かにな、絶対嫌だと思うんだ、うん、ね、言われたんですよ、はっきり言ったね。で、私はちょっとね、自分って結構こう目立って女の子に人気があるのかなってちょっと自分のことね見積もってたんで、違うなと思ってですね、えらい恥ずかしい思いをしたんですよ。で、それから、あ、この顔はいつも笑顔じゃないといけないなと、いつもね、ムスッとしてるのが男らしいって顔は勘違いだったなと思ってね。
それまでの私のイメージは、ケンシロウの顔がかっこいいと思ったんで、いつもケンシロウってムスッとしてるでしょ。違うと。どちらかというと、なんと水晶拳のレイとかね、聖帝サウザーみたいな、なんか、笑みを匂わしたような顔じゃないと、やっぱ女の子はね、中学生の女の子は嫌な感じするんだろうなと思って、ちょっと積極的に笑顔をすることにしたんですけども、まあちょっとこの話はちょっと割愛しますけども、まあとにかく振られたんですよ。その時に何に感動したかなんですよね。女の子に振られたけども、他の悪たちが、お前なんか告ったらしいじゃんみたいなね、こと言うんですよ。もうすげえなーって思う。振られたらさ、卒業までなんか恥ずかしいじゃんみたいなことね、言われたんですよ。いや、それ考えたんだけど、卒業までまだ長いじゃん。でずっと我慢していくのも恥ずかしいし、嫌だし、かといって告白して振られるのも恥ずかしいし、で、仮にね、万が一付き合っても、それはそれで恥ずかしいし、結局恥ずかしいじゃん。だからなんか知んないけど、言っちゃったよって言ったら、その悪立ちが、もうすげえよ、なんか俺も勇気出たわ、とか言って、順番に告白していったんですよ。まあ私たち悪立ち3人組だったんですけども、3人とも振られてるんですよ。同じ理由で。で、何が感動したかっていうとね、自分の行動が誰かの行動に結びついたんだなと思ってね、あ、自分がやったことって失敗しようが成功しようが誰かの背中を押すことがありえるんだなと思ってね。で、私自身も誰かが手を挙げたら自分も手を挙げるみたいな人間だったんで、あ、最初に何かことを起こす人ってすごいなと。そしてそれが失敗しても笑われるんじゃなくって一目置かれるなってことに気づいたんで、何が起きても一番最初に自分がやろうと思ったのはその時だったんですよ。それが未だに続いてるんですよね。はいって手を挙げると。わかんなくてもはいとかやってからね、当てられてからわかりませんっていうのも面白いじゃないかみたいな。はい。そんな感じですね。だからきっかけは常に自分で作っていくっていう、内側から作っていくって概念がそれでできたっていうのが、私の感動であり学びだったかなっていうところなんですよね。まあこういうエピソードがね、あったらね、また、別の機会にお聞かせいただければと思います。じゃあですね、今回のこのテーマ、決めさせていただいた初めの一歩というところで、まあ、相川さんご自身で、今、視聴者さんが10名ほどいらっしゃってるんですが、そして YouTube だと多分100名ぐらいになると思うんですよね。このペースだから。100名の方が見てると思って、視聴者さんに提供できることがあるとしたら、どんなことがあるのかってことをお話しいただいてよろしいですかね。ちょっと自分では今コンテンツとして出しているのは今ココナラに出して、で、まあ、12月に1個売れてるんですけど、はい、それだと多分みんな欲しがらないと思うんですよ。まあ、それこそのセルフバック の、 始め方っていうような形 で、 いろんな人からまあ逆に買ったものを自分なりにまとめてまとめ直して、それを上げてるんですけど、まだ1個しか出てません。で、ちょっと考えたんですけど、関東で、はい、一番初詣の人数が多いところっていうのが、明治神宮で310万人。おで、2番目が成田山、3番目が川崎大師。はい。はい、その6番目に、まあ、この近く、大宮に、武蔵一宮氷川神社というところがあるんですけど、はい、この氷川神社に、行ってまいりました。で、はい、お守りを買ってきたんですよ。お守り、はい。で、そこでちょっと有名なのが、縁結びの神様っていうところもあって、はい、これ、プレゼントしようと思います。で、これに自分のコンテンツ加えて、お渡ししようかと思うんですけど、うん、縁結びのお守りを2つ、はい、それと火神社にもらってきた袋、交通安全のお守りを2つ、はい、ニコニコで、はい、プレゼントしようと思っております。あ、じゃあそれは最後のコーナーで改めて紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、あ、最後、はい、あ、なるほどね、はい、商品をちょっと用意したよってことだったんですね。はい。はい、恐れ入ります。まあそうですね。初めの一歩ということで、視聴者さんに提供できることというのとはまたちょっと違ったかもしれませんけども、こうご準備いただいたね、ね、縁結びでしょ？それから交通安全でしょ？はい。うん。縁結びってことになると、やっぱり、まあ誰かとお付き合いしたいなとか、
すでにお付き合いしてるけども、さらに仲良くなりたいな、みたいなことがあると思うんですけども、今日ね、ご視聴いただいている方の中には、まあ、独身の方もいらっしゃると思いますし、まあね、お付き合いしたり、ご結婚されてる方もいると思いますけども、相川さんがね、まあ、男性としてですね、女性に、どんな、心づくしをすれば、喜んでいただけるっていう、多分恋愛に迷ってる方に対してのアドバイスみたいなものがあったらお聞かせいただきたいかなと思うんですけども、何かありますか？男としてこうあるべきみたいな。何回か朝のライブの時に書き込みをしたんですけど、はい、何かを提供できるじゃなくて、自分がもらうという表現をしますね。だから、うん、まあ、自分が結婚それは結婚相手にも幸せにするって言えない、自分が幸せになるからね、うん、それしか言ってないです。ああ、なるほどね。だから、はい、はい。そう思ってるわけですね。まあ、なんか、まあ、おこがましいんですけど、なんか提供するぞというよりは、守るぞとか、うん、まあ、守りきれるかとかもわからないですし、逆に、傍らにいてもらえば、自分が守ってもらえるというような、うん、そういう感じで、やってきました。ああ、なるほど。で、相川さんにとって、その、幸せにしてもらうって今お話ししましたけど、自分のこの幸せっていうのは、じゃあもう他者からもたらされてるっていうことだと思うんですけども、どうなった状態が幸せだというふうに感じれます？自分のパートナーとなってくれた人は、もう言ってくれるだけでいいですね。ああ、はいはい。なるほど。はい。わかりました。まあ、そういうふうに思っていただけるとね、本当に恋愛は結構ね、救いがあるかなと思うんですけども、現実は、電気代どうするのとかね、家賃どうするのみたいな声が男性からも女性からも飛んできて、子供がギャーと泣けばね、人に任せずにあんたもやってよみたいなことになったり、なんか結局は愛する人にどこまで快適な生活をプレゼントできるだろうかっていうふうなところも、まあ無視できなくはなってくるのかなっていうところとかね。まあでも本当にね、いてくれるだけでいいっていう人と巡り合えるのは、なんか何者にも代え難い幸せかもしれないですね。もちろんその自分が働いて、うん、お金が入れなくちゃいけないですし、はい、なんか誰かに絡まれたら自分が立てにならなくちゃいけない、もちろんそのつもりではありますけど、はいはい、そうですね、プロポーズというかそういう言葉を使うときは自分が幸せになるというふうに言います。これね、釣りバカ日誌の浜ちゃんスタイルですね。それはね、美智子さん、俺は美智子さんを幸せにする自信はないけど、美智子さんと一緒にいたら俺は幸せになるよみたいなね、そんな告白だったと思います。僕もその通りですね。なるほどね。まあそういう考えもあっていいかと思います。はい、ではですね、今日の相川さんからのアドバイス、恋愛に迷う皆さんへ、相手にしてあげるんじゃなくて相手からしてもらえということらしいですから、まあ、それでね、ちょっと恋愛と向き合ってみてはいかがでしょうかということでございます。ありがとうございます。で、ここからは実際に、相川さんね、実績はないっていうふうに冒頭でも言われてましたけども、こうやってお話聞いてみたら、いろいろとね、学びになることとか気づきになることとかっていうのを私はね、結構ね、受け取ることができたんですよ。その中で改めてなんですけども、今まで相川さんがね、まあ今お話しされたような、まあ恋愛でもいいんですけども、ビジネスでもいいんですけども、あ、これは具体的に誰かのためになったなっていうふうな実績があればね、ちょっとお話しいただければと思いますけども、いかがでしょうか。誰かのためになった。まあ、今、本業でやってる仕事では、プラスチックの成形、まあ、工場というか、メーカーというか、にいますので、その品物一つ一つが、まあ、車の預金であれば、車を使ってくれるユーザーさん。もちろんその V 提案という形で、まあ、コスト削減に協力しなくちゃいけない、はい、でこうやったら安くできるんじゃないの、こうやったらもっといいものができるんじゃないのっていうようなことを提案しながら、まあ、本来 V 提案なんで安くなんなくちゃいけないんですけど、コストアップ、まあ、する、それは会社がの人間ですから利益をもたらさなくちゃいけないので、こうやったらもっとお客さんに受け入れられるんじゃないかとか、
そういった提案が通ったとき、なんか自分が役に立ったかなという気がします。あ、なるほど、素晴らしいことだと思います。その自分の提案がお客様に喜んでいただけておけっていうのは、まさにね、人の役に立てた瞬間だと思うんですよ。で、ある意味それは職場が相川さんを育ててくれたとも言えますし、相川さんご自身が職場を育てたとも言えるんですよね。で、すごくね、単純な話なんですけども、それを自分の販売に持っていくだけなんですよ。どっか知らない人の会社のために自分の能力を使うんじゃなくて、自分の人生のために、自分のビジネスのために、それと同じことを見つけていけばいいだけなんで、実は自分のビジネスを起業するって、会社員で勤めてることと全く同じなんですよね。それを人のためにやるんじゃなくて、人の会社のためにやるんじゃなくて、自分の事業のためにやるってだけなんで、もっと本気になるはずなんですよ。ですね、できると思いますんで、もう本当にね、今お勤めになってる会社、まあ、はっきり言って、その会社は相川さんのことを一番に愛してるわけではありません。ね。会社の経営者っていうのは、自分の人生を成り立たせるために、従業員や商品やサービスを使ってるだけですから。ね、もう社員を幸せにするためとか、社員を儲けさせるためにやってるわけじゃないですからね。でも、そうなると、相川さんは、自分の人生やビジネスのマネージャー、経営者ですから、最も自分の人生をコントロールしたいし、豊かに幸せにしたいと思ってるはずなんですよ。そしてそういう姿を見て、やっぱね、さっきの私の話じゃないですけども、あ、自分でもできるかもしれないっていうふうな方が出てくると思うんですよね。これからもね、その仕事で培った能力を今度はご自身のライフスタイル、ビジネスに使っていただきたいかなと思います。じゃあ、ちょっと質問変わりますけども、多くの方が関心があることだと思うんで、個人的な見解で構いません。ね。この2年にも及ぶ感染症騒動がありますよね。いろんな暮らしが変わりました。人々の心はどのように変わったというふうに相川さんから見るでしょうか。人々っていうのうちの一人である自分の、まあ、見解ですけど、まずは変わるっていう前に、MERS とか SARS とか、うん、感染症あったと思うんですけど、うん、完全に一言でした。で、今回の COVID ですか、これも身近にかかってる人がいないんで、もう本当にあるのかなとか、その割にはそのマスクしないと怒られるし、まあ、電車毎日電車乗ってますけど、マスクしてない人がいないぐらいです。で、人々がどう変わったかっていうと、まずはその、見てくれですよね。マスクしてる、それからアルコール消毒をしてくださいとか、どっか入るときにアルコール消毒してくださいとか、だから人と人の間隔を空けてくださいとか、そういったところが大きく変わった。で、心というか考え方に関して言うと、ちょっと潔癖になったかなと思います。皆さん、握手を求めるといけませんと言われますし、で、いや、人がどうかっていうのはちょっと置いといて、自分の場合どうかなっていうのは、例えばマスクをしているから、なんですかね、口紅が売れなくなっちゃいましたとか、アルコール消毒するから手荒れがひどくなりました、ニベアが売れてますとか、転んでもただ起きないとか、何か商売につながることがあるんじゃないかと、何かあったときに、それ、特に、本来、今、質問の内容がちょっとずれたかもしれないですけど、何か商売につながること、それが転がってるんじゃないかと、どこにでも何か役場が見たときには商売につながることがあるんじゃないかというような見方を最近はするようにしてるんですけど、なかなか見つかってないのが実態です。あ、なるほど、はい。それも立派なご感想だと思いますので、ありがとうございます。私はね、2つぐらい大きく変わったなと思うものがあるんですよ。一つはね、私は相川さんの時代には風邪ぐらいで会社休むなって言われたんですけども、今はまともになりましたね。
38度、39度で出社したら喜ばれていて、すげえなって言われた時代から、熱があるんだったら休みなさいよと、うつるじゃないかって言われて、まともになったと思うんですよ。それまでは職場で、なんかうちの職場、インフルエンザが流行ってるみたいとか言うけど、異常でしょ、それは。インフルエンザが流行るような職場に、なんで出勤するんですかって話ですよね。で、人々がまともになったなっていうのが、そういう意味でね。熱があったら出勤しちゃダメですよとかね、当たり前になったなと思うんですよ。そういう意味で言うと、昭和根性を駆逐してくれて、私はすごく良かったなと思いますし、だからといって、風邪をひいて会社を休む人が乱発できたか、乱発したかっていうと、そうではなくて、みんな自分のコンディションにすごく責任を持つようになったかなと思います。だから本当にね、まともになったなと思うんですね。で、二つ目なんですけども、ちょっと妙に映るかもしれませんけども、いろんなところで皆さんアルコール消毒してますよね。でもこれ今まで不潔すぎたんじゃないかなと思うんですよ。なんか汚い手で握手したりね、なんか喫茶店行ったらおしぼりで顔を拭く人がいたりとか、全部不潔だったのをみんなやらなくなったのは、なんかね、これも一つまともになったんじゃないかなと思うんですよ。すごく丁寧にいろんなことでね、人に接するときに気をつけるようになった。みだりに人に触れなくなったりとか、それから人との、ね、距離をちゃんと取るようになって、多分スリも減ったんじゃないかなと思うんですよ。もちろんね、ずっと密集することに慣れてきた私とかから見ると、ちょっと寂しい気持ちはするんですよ。でもこの寂しさって、昭和時代の価値観で、時代が変わったときに人は接触することを望んでいないっていう若い感性に気づけたかなと思うんですよ。なんかね、私もこんな年になりましたんで、加齢臭とか言われることもね、もしかしたらあるかもしれません。でも多分今は距離を取ってるんで、加齢臭で嫌気がさす人って多分いないと思うんですよ。そういう意味で言うと、ちょっと今まで自分の匂いに無責任だったなと、私自身も思うんで、まあ、いつもね、こう出してますけども、香りのフレグランスを常につけるようになったかなっていうところですよね。まあそんなところでね、二つぐらい気づくことで、一つはまともに、熱が出たら会社を休むっていう当たり前のことをみんなね、できるようになったかなっていうんで、ここまで世界を巻き込むようなパンデミックが起きないと、なんでこれができないんだっていうのはね、ちょっと呆れもありますけどね。で、もう一つは、お互いに清潔になるようになったかなと。だからきっと男性でもハンカチを持つようになった習慣の人って増えたんじゃないかなと思うんですよ。女性はハンカチをね、いつも持ってるんですけども、男性はなんかね、ハンカチ持ってない人が山ほどいて、それでなんか、大丈夫だったのかなと思っちゃいますよね。ハンカチ使う瞬間あるでしょうみたいなね。そんなことが私もね、あったんですけども、なんか私もね、忘れることがなくなったなと思いますね。なんかそういう意味で言うと、悪いことばかりじゃなくて、いいことも起きるし、まさにこういうふうな世界を巻き込むような、世間を巻き込むような大きな出来事が起きたときに、次の時代に行くのか、それとも古い時代に留まるのかってことがすごくね、明確に分かれてるんだなと思うんですよ。で、会社経営にしてもそうなんですけども、昭和型のビジネスをやってるところって苦しいばっかりなんですけども、じゃあ新しく切り替えていこうかなっていうふうに、やっぱりね、インターネットを活用していくと、この危機は脱出することができるばかりか、やっぱ飛躍になってるんですよね。やっぱりこうインターネットを軸に、まあ、私もそうですけども、こういったことをしてると、まあ間違いなく圧倒的なアクセスと売り上げになってるんですよ。やってること同じじゃない。で、逆に飲食店とか居酒屋っていうのはもう時代が過ぎてるのを一生懸命やってますよね。結構きつかったと思うんですよ。残念ながら居酒屋とか飲食店、今66万店舗あるんですけども、日本にね、多すぎるんですよね。3分の1ぐらいじゃないとバランスが取れないから、本来だったら3店舗に2店舗は潰れた方がちょうどいいんですけども、でも出店しちゃってるんで、過当競争起きちゃってるんですよ。それでみんなで苦しいんですよね。こういうことを言うと本当に非常なんですけども、私自身飲食店20店舗ぐらいやってきて、全部赤字だったんですけども、まあ、それは当たり前だよねって思いましたよね。ね、特にね、有名店でもないし、100年の伝統あることをやってるわけでもないんで、新規参入して潰れていくのはしょうがないなっていうところでね。やっぱ芸能人がバックについてたりとかね、それからなんかね、なんか、本場中国のなんとかかんとかみたいな看板がないと難しいなと思いましたね。あとは、まあ、最大限言えるのは私の力量がなかったってことなんですけど
センスのある方だけがこれからは飲食店とかも残っていくのかなとぼんやりと思っていくんですけども、うん、だから多くの人がやる商売っていうのは変わっていくのかなって思っちゃいますよね。やっぱりね、変われる人が次に行けるのかなというところですかね。はい、そんなことをね感じる2年間でございました。やっぱりこう受け入れがたい事実っていうのはたくさんそれぞれの心の中にありますけども、時代が選んでいく人っていうのはこういう時になんかね無慈悲にも選別されていくのかなと思っちゃいますね。はい、ありがとうございます。ではですね、だんだんとそろそろラストシーンに向かっていくんですけども、今年取り組んでみたいこととか具体的に達成してみたいなとかね、これは欲しいなっていうふうな、まあ、相川さん自身の、まあ、欲望とか野望がありましたら最後お聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、今年はまずはYouTube 始めますと、うん、でまさに今日始めたばっかりなんですけど、はい、チャンネル登録数とかそういったところはちょっとやってみないとわからないんですけど、うん、まずは1日1本上げます、うん、で、ま、これは稼働部での課題でもあるんですけど、うん、1日1本上げます、はい、で何かしら の, 販売実績ここから作っていきたい、はい、まあ、野望っていうのは、やっぱり、ね、見てて、例えば土屋さんならフェラーリ、うん、見てると、やっぱり車なのかな、はい、車好きやんで、ちょっと人の目を引く車に乗りたいなと思います。はい、うん、あ、いいですね。はい、まあ、土屋さんもフェラーリ買って、あまり見せる機会がないというようなことをね、いつも言われてますけどね。うん。けど、フェラーリを持つことによって、フェラーリの駐車場代は払ってるわけじゃないですか。駐車場屋さんは儲かってると。当然、フェラーリ止めに来るオーナーさん、駐車場の係の人を大事にしてくれるし、そういう人の縁もできるし。それからフェラーリ、バッテリーがよく壊れるんで、メンテナンス出すらしいんですけども、なんか洗車も20万ぐらいするらしいですね、フェラーリになってくると。専用の、なんか、塗料とかの問題があって。そうなると、なんかね、フェラーリを持つことによって、人の縁とか扱えるお金の、その力量が増えてるっていうふうに私から見えるんですよ。実際そうだと思いますしね。まあ、ですんで、自分の欲望、野望を追い続けること、物欲をさらけ出してそれを手に入れることって、多分それだけで多くの人の貢献になると思うんですよ。で、みんながね、物欲を失ってしまったら、それこそ家も買わない、車も買わない、高級料理店で飯も食わないになると、いろんな店が潰れますからね、GDP も縮小しますし、取り返しのつかない日本になっちゃうと思うんで、私はね、今一度思うんですけども、もっと欲望に素直になって、最高の人生を構築して、何にも恥ずかしくないと。人の目を気にして、贅沢をするのがダメだ、贅沢は敵だっていうのは、戦前とか戦中の考え方ですから、大いに贅沢をね、目指していただいて、贅沢はできるんだけども、あ、別にいらないかなと。やっぱり納豆が好きだなってことに気づけば、それはそれでいいじゃないですか。でも、いっぺん、ね、料亭に行ってみたら、3万5万の料亭に行ってみたら、味変わんねえぞみたいなことに気づいたりね。いや、やっぱ美味しいなってことに気づいたり、いろいろあったりとか、私の場合は、そこでね、腕を振るってくれてる若いシェフが、腕によりをかけて、それこそ自分の人生をかけて、この一食のために、昨日一昨日から仕入れをしてくれてるんだなとかね、皿の一つずつを選んでるんだなと思ったら、もう無類の感動をそこね覚えますよね。で、ものすごい人がいるからさ、ちょっと一緒に食べに行こうよっていうふうに、それこそお父さんお母さんを誘っちゃったりしますね。あの若い人がさ、30にもならないのにこんなもん作れるんだよって言ったら、だからみんなで感動しますよね。いや、今日は本当にいい時間ありがとうみたいな。なんか単純になんか贅沢の飯を食べに行ってるはずなのに、むちゃくちゃ感動と思い出と喜びがあってね。うん、私はなんかね、そういうことに、この数年間、速稼塾ってものに、自分のことを育てられながら、なんか思いを馳せるところが多いですね。あ、こんな世界があったんだ。これを自分は知らなかったんだとかね。うん、なんか、ひねくれて、ふたくされて、見え張ってる場合じゃないな、と思うんですよね。はい、まあそんな感じでね、相川さん、ぜひいい車、もういくらでもあると思いますんで、手に入れていただきたいと思います。
私は結局ね、中古で買ったセルシオに一番乗ってるんです、最近。うん、やっぱなんかね、うん、憧れもあるんですけども、なんだろうな、うん、ちょっとキザな言い方すると、車が俺を選んでくれたみたいな感じですよね。なんとなくね、若い頃思い出して、ちょっといいですね。あの、20代の頃に憧れてた車なんで。車ね、やっぱ私たちの年代好きですよね、車ね。ぜひね、今度はね、相川さん、私の乗りたい車みたいな感じで、動画でなんか語ってみたらいいんじゃないですかね。すごく楽しいですよ。それではね、今年、相川さんが、もう、こうしたい、ああしたいってものも聞けましたんで、最後のコーナーになってきます。ここまで本当ありがとうございます。皆さんもお付き合いいただきました。最後のコーナーはですね、プレゼントコーナーでございます。先ほどの、お守り。そして相川さんの連絡先が分かりますので相川さん あとはお願いします。じゃあプレゼントコーナーどうぞ。はい、先ほども言いましたけども、あの氷川神社の縁結びのお守り2つ、それと交通安全のお守りを2つ、これでおにあのそれぞれ自分 あのコンテンツ1個つけて、はい、あの送ります。はい、で連絡先っていうのは自分のメールアドレスですから。連絡先は、はい、こういう、こう紙とかに書いたのをこういうふうに出すように、なんか事前にお願いしたと思うんですけど、ここですよ。あの、メールアドレスは fwit45303@gmail.com です。あ、皆さん覚えられました。この連絡先が不明確だと問い合わせが来ないですよ。言って終わりにしちゃうと思ったんですけど、書いちゃった。ちょっとピンブグランド。見えないか。ちょっとその間コメントが入ったんで読ませてもらいます。久保先生を慕う会という LINE グループ作成しました。おお、後ほど私と LINE つながっている皆さんチェックしてみてくださいね。浩二さん、ありがとうございます。今ね、相川さんが連絡先を出してくれますので、こちらの方にプレゼントをお申し込みください。あ、チャットに打っちゃいますか。構いません。ちょっと、マジック。ここに出ましたね。です、はい。はい。ではですね、こちらのメールアドレスにお申し込みください。これは一応締め切りはいつ頃までになります？これ YouTube にも出ちゃうんで、1年後に申し込みがあっても困ると思いますんで。そうですね。あの締め切りはあのニコニコ決まった時点で締め切りというのでいかがでしょうか？はい。じゃあもう半永久的に受け付けてます、ね。ございます。あのあるうちは、はい。はい。ありがとうございます。わかりました。それではこんなところですかね。なんか視聴者さんに言い残したことがありましたら最後に一言お願いします。はい、あの大変申し訳ございません。あの自分なりに準備はしていたんですけど、やっぱりボロボロです。大丈夫です。いや本当にあの手に汗握るっていうんですか、足の裏までちょっと汗が、あの何年ぶりですか、ね、こんなに緊張して、あのリアルな仕事場でこんなに汗かくことないですから。はい。飛び込み営業してるときもここまで汗かかないです。いや、本当に、あの、決まってからのこの3日間、4日間、なんか生きた心地しませんでした。いや、本当に、そういうのが、感想ですね。はい、ありがとうございます。まだね、ズーム対談やってみたいけど勇気が出ない方にも、今日の相川さんの姿を見たら、あ、俺もできんじゃないかな、私もやってみようかなっていうふうに思っていただけたかもしれません。これからね、反面教師でいやそれはね、もうどうか分かりませんけど、その今日の話にもありましたけども、
何かをやる姿を見て自分もやってみようかなっていうふうに思っていただけることってあると思うんですよ。それからこれから対談をね予定されている方もいらっしゃいますんで、あ、勇気をいただきましたってえりこさんから来てますよ。はい、勉強してから申し訳ありません。これからね対談を控えてらっしゃる方もいると思いますんで、今日の動画もね見ていただけましたら、自分だったらこういうふうにしようかな、ああいうふうにしようかな、ここは相川さん参考になるかな、いろいろ気づきがあったと思います。ぜひねその対談の日までご送検あれということで今日は終わらせていただこうかと思います。相川さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。本当申し訳ありませんでした。とんでもないです。これで全部終わりでございます。今日はお疲れ様でした。じゃあまたお願いしますね、相川さん。また明日の朝。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん、ありがとうございました。お疲れ様です。ちょっと過ぎましたけどね。